ピアノ会だ。チームおめでとう。チームおめでとう。おめでとう。ルーレット。いやチーム。スコインさん、お、猫カフェで1回か2回あったレプタイル、ね。あの赤い髪の人と一緒に。うん。あ、よ、覚えてます。覚えてますよ。で、うん、あ、だから衝撃でしたもん。で、パンちゃんって人が、うん、食べ物を、うん、払わずに逃げようとして警察沙汰になったっていう、うん、あれは忘れられないですよ。うわ、それ俺覚えてない。あんな衝撃なことあって。ああ、でも確かに言われてみたら、うん、今ちょっと思い出してきた。そうっすね、あのギフさんと、うん、犬猫さんかな、うんうん、が働いてらっしゃって、うん、そこに僕初日か2日目ぐらいに行って、うんうん、で同じく来店されてたパンちゃんって方が、うんうんうん、飲食代を払わずに退店されて、うん、警察呼んでっていう、はい、なんかあった気がしますね。ありましたね。あれはもうこの街やべえなと思いましたね、うん、なんかそれ結構前ですよね、はい、超前ですね、うん、僕でもなんか4ヶ月寝てたんで最近4ヶ月寝てた、はい、最近起きたんです、うん、ああよかったっす、はい、なんか今はクレープ屋さんで働いております、うん、なんか合わないですね。でもクレープ屋でやってるの見たことないけど。僕まだあの体験で入って1日なんですよ、うん、ああそうなんですね。はい、1日だけで、うんうん、でこれからでも就職するかどうかって、うん、でも僕もあのメカニック辞めて無職で、うん、あの紹介してもらったんで、まあ多分このまま勤めるんじゃないかなとは思うんですけど、うん、あ、そうなんですね、はい、まあでも店長次第ですけどね。店長がお前ダメだって言われたらだったんですけど、あ、もうはい、猫カフェならいつでもウェルカムなんで。マジっすか。猫カフェマジで人が、その店に立つ人がいないんで。あれ、犬の子さん辞めたんですか。いや、辞めてないけどもうずっと来てないです。あらまあ、うん、なんかやっぱみんな他に居場所があるから。うん、なるほど。俺電話番知ってましたよね、確か。知ってます、知ってます、知ってますよ。またなんかクレープ屋ちょっと違うなってなったら連絡くれれば。なんか違うなってなったら。あ、もうあの、そう、もし犯罪者とかになりたくても、猫カフェは大歓迎なんで。あ、猫カフェはもう白でも黒でもってなったんですね。猫カフェは大体黒なんで。なるほどなるほど。うん、猫カフェ大体黒だ。大体黒です。なんか黒い人が猫めでてるってのがちょっと、ね、ギャップがありますね。そう、まあなんかすごい自由だからやりやすいっていうのがあるんだと思いますよ。別に犯罪しててもいいし、なんか公務員とかやっててもいいしみたいな。ああ、なるほど、うん、いいですね、そのやっぱフリーな感じが、うん、いや、そうなんですよ。だからいつ出勤してもいいしみたいな。ああ、うん、だから、うん、フリーすぎて立つ人があんまりない。そうなんですよ、フリーすぎて。それはちょっとあれでしたね。ルーファースと行く。ルーファース。じゃあ白熊くんに行こう。はい、プレイ。行こうか。あ、でも乗るか。いいっすか。よ、レプさんと話したかった。いや、俺が、いや違うよ、俺が横だよ。レプ、ふざけるな。レプくんってぼっちって言ってた子だよね、秋の終作会。マジか。そう、いや、俺も話したんだよ。ぼっちじゃねえだろ、お前、この野郎。ね、あんなポツンとしてたのに、本当だぞ。一番美味しいポジションだったじゃないですか。そう。ただ、素性を明かすなと言われてたので、すみません。なんか、その話も聞きたいなぁ、どうやって、もう全員入ったのか。ナタルさん、これレクさんの方が先輩ってことになるんですかね。いいよ。アヌルフェリで行く。いいよ。フェリで行きます。いいよ。いや。いいよ。いや。いや。ごめん、白駒さん、名前、はい、フルネームもう一回だけ聞きたい。エプタイルルスセルバルと言います。エプタイルルスセルバルさんね。はい。レプタイセルルルセルバルね。はい。はじめまして、ナタルって言います。ナタルさん、はじめまして。ホスと一緒にいて、どんくらい経ちました。どれぐらいでしょう。でもだいたいまだ日が浅いです。半月もないですね。1週間半月ないくらい、2週間くらい。どれぐらいな、1回行かないかなぐらいですかね、うん、じゃあ秋の収穫祭の時には一緒にいたってことか。はい、そうなります。なあ、だからボスがいたのか。アイファックスがなくて、まあ、いろいろ聞きたい話、言いたいこといっぱいあるかもしれないんだけど、はい、俺らが不甲斐ないばっかりにさ、はい、俺らが全員モズクビになって、はい、また二人っきりの期間、いろいろ試行錯誤して本当に大変だったと思う。組織があるのにもかかわらず、二
2人しかいないっていうのがどれだけしんどいかっていうのは多少なりとも見てきてるつもりではある、この街で、はい、そんな中で、はい、ボスの横で頑張ってくれて本当にありがとうございます。いやいや、ありがとう、ありがとうございます。とんでもないっす。むしろいろいろ教えてもらってたんで、僕はただただそれが言いたかった、うん、まだまだまだ覚えることもたくさんあるので、皆さんにたくさんちょっとご迷惑をおかけするかもしれないんですけども、頑張って早く一人前になれるように頑張りたいと思います、うん、頑張りましょう本当に、ね、人間ですよね。人間です、うん、俺も正直気になった、はい、白熊、はい、熊ではない、うん、あれだっていつもその仮面じゃないですよね、はい、そうです、うん、いつもあのニコちゃんみたいな、うん、はい、あ、それ二度さんついてきた。この間、そうね。4ヶ月ぶりに来た。はい、4ヶ月ぶりに。じゃあ、あの姿の時は、はい、そういう犯罪みたいなのは全くしてない。なるほど。あ、じゃあこれが変装なんですね。はい。ボスから元メンバーの話、はい、誰がいるのかみたいなものは聞いてなかったので、聞かなかったので、うん、僕が。ええ。はい、踏み込んでいいのか分からなかったので、なので、知ってる方がモズということに僕は驚いております。いや、そう、俺とかその4ヶ月前とかに会ったことあるんで。そうなんです、うん、あ、俺は収穫祭の前に多分その以前いた時はチラッと会ったぐらいで、うん、シャノールとかですかね。僕シャノールで働いてる、はい、僕ホスト1日ホストの時にお客さんとして行って、うん、多額の借金を背負わされ一日働いてたので。なるほど、はい、そんな別に働く必要ないよね。いや、僕その時町に来て間もなかったので、うんうん、お金がなかったんですよ。殺しちゃえんやん、そいつ。いやいや。いや、まあまあその時は犯罪者じゃなかった。まだその時は僕白、はい、白だったんで。そっかそっかそっか。なるほど。まあ今から多分メンバーの質問攻めに合うかもしれませんけど。まあ多分2週間じゃ終わんない可能性ある。1ヶ月はかかるな、多分。もしくは1ヶ月かかるかもね。まあまだ戻ってきてないメンバーもいますから。はい。まあ俺とかは別にもうなんか気が向いた時に話せばいいよ。わかりました。起きた時毎日目線いるし、毎日いるから俺は基本。まあ僕も基本的に毎日いますけど、はい、どうでしょうね。だから俺と一郎は優先度低くていいな。ああ、うん、俺ら毎日行くからマジで、うん、頼もしいですね本当に。あ、この赤髪のことか、喋った方がいいね。ああ、起きる頻度少ないから。はじめまして、こんにちは。上の神やっています。俺たちがいなかった間ボスを守ってくれてありがとうございます。お、すごい、ノタルさんと同じこと言って。すごい神やん。え、ブローすごい、ブローだ、ブローだ。ブロー、大丈夫？ヒロクマさんってなんて呼んだ方がいいんですか？まあでも、うん、モズの、うん、皆さんには、うん、僕の素性というか、うん、本名は明かしましたけど、まだ他組織とか他の人たちには、うん、自分は欲しいというか白熊イコールセレバルってことは明かしてないので、うん、まあ多分そういう意味でも白熊で通した方が、うん、なんかうっかりその他の人に、うん、あいつあれなんだってバレなくていいんじゃないかなと、うん、白熊呼びでいいと思います、うん、白熊、はい、白とかボスが白とかって呼ばれてる。ボスが白って呼んでるから白がいいのかな。はい、白で。白。はい、白。待って、その先輩なのか後輩なのか分かんないから。そうっすよね。ポジションがむずい。お互いタメ口でいきません？おー、そうしましょうか。うん、そうしよう。そうしよう。そうしよう、白。あ、俺。俺、アヌって呼ばれてるから。アヌでいいっす。アヌでいいと。うん。オッケー。アヌよろしく。うん、よろしく。徐々にね、徐々に、うん、僕、ボスに敬語なんで、うん、まあ、ちょっと敬語癖がちょっとついちゃってて、うん、いや全然敬語は良かったら敬語でもいいけど、うん、まあでもなんだかんだみんなタメ口になると思うし、
確かに一度皆さんモズ抜けてまた戻ってきて、うん、私に入った順番で言えば僕が一番なんで、うん、だからってでも僕皆さんになんか偉そうにするつもりはないですし、うん、でも、うん、ボスを支える気持ちは誰にも負けてないと思ってるんで、さすがです。いえいえ。でも黒の道はまだ入ったばっかで、うん、知らないこといっぱいあるんで、左はこれはなんかさ、大型ミッション行ったみたいな感じなの。一回行きました、アーティファクト。さあ、まあ、あーアーティファクト行ってきました。何やったの？ポイントだ。なんかボスが、うん、コンテナ開けるからそばで護衛です。あーリミットだ、なるほど。あーリミット、オッケー。大型一緒にやるの楽しみ。そうっすね、うん、俺全然ダメだけど。いやいや、僕も本当に何も分かんないんで、うん、種類とかやり方とか、まあ、攻略とか分かんないんで、うん、いや違う、あ、引きこもれるってわけじゃない。その薬練ったりとかはまだしてないの？してない。種類だけ教えてもらいました。これはこういう効果なんだよと。じゃあ楽しみ。なんかいろいろ楽しみ。いろいろ教えてください。うん、いやいや、こちらこそ。レベルを上げる。いや、絶対俺より強くなると思うから、すぐ。いや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 。ちなみに私はだから2週間近く。アヌはクラフトが得意なんですか？うん、その全部上げてるっていう。いや、まあ、誰でもできるからさ。誰でもできることぐらいやらないとなと思って。いや、でも、そのコツコツやるのって、うん、誰でもじゃないですよ。めっちゃ嬉しいこと言うじゃん。私はこの方で一度もしたことない。ほんとっす。ありがとう。やっぱ自分でクラフト、今とりあえず武器の方だけ2万やって、うん、今2万になったんで次は手芸って感じやってるんですけど、うん、やっぱ素材集めたり、うん、実際に起きて、うん、クラフトをしてその熟練度上げてってやってみて、うん、ああこれ大変だなって思ったんで、うん、その1日でやれることじゃないじゃないですか。そうね、うん、コツ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 何日も何日もかけてやることなんで、ぐちゃぐちゃにしよう。それが12万。ああ、もうその自分がやったからこそ分かる12万のヤバさ。はい、その整理整頓、それは誰にでもじゃないです。だけおお、うん、ありがとう。いやいやいや、12万12万。でもあれだよ、朝起きてすぐクラフト行って、うん、で夜寝る前にクラフト行くだけだから、うん、いや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 、すごいっすよ、うん、クラフトのことはもうアヌに聞けばいい、うん、いいね。何でもできるしろ。え、手芸は5000に行ったらもうアーマー作り始めた方がいいんですか？あ、でもね、アーマー作るのお金かかるから、うん、そう、あんまり正直、俺は紙、あのね、布集めとかしたことある？うん、ちょっとだけ。あれでさ、紙取れるじゃん。あの紙を使ってダクトテープ作りまくって。あー、あとあのライター、ライター、はい、ライターでトーチ作れるから、それもめっちゃ作った。ちょろっとリサ戦行きたい思いだな。お、私も行きたいな。ボスがリサ戦、うん、リサ戦行く人、みんなで黙々とやりますか？うん、やるか。黙々